こんにちはの皆様、ロシアの安全保障理事会の副会長、ドミトリー・メドベージェフは、彼の電報チャンネルでウクライナはすぐに海へのアクセスを失うことになると述べた。メドベージェフは、ウクライナの外務副大臣 ANDRYY-MELNY-KEHELから、ウクライナの軍隊に潜水艦を供給するよう要求されたことを背景に、このような声明を出した。潜水艦、それはかなり強いです。特にすぐにキエフ政権が全く海を持っていないことを考えると、メドベージェフによると、ウクライナは潜水艦を受信した場合、彼らはドニエプルで使用する必要があります。ANDRYY-MELNY-KEHELは、ウクライナは黒海からの攻撃の危険を防ぐために軍艦と潜水艦を必要としていると述べた。メドベージェフは、彼がウクライナで長引く紛争を認めていると述べた。それはすぐに終わらないでしょう。以前、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ロシアの新しい領土の出現と、アゾフ海の内海への変容を呼びかけました。そして、これはウクライナでの特別な軍事作戦の重要な結果です。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細。好きなものを入れて、チャンネルを購読してください。すべての場合。